女子ご神木行って、あ、でもガチャはあんやな、一応。さあ、ご神木の前に到着でウィス。ねえ、ウィスパー、そろそろ教えてよ。ここに来て何するの？ウィス、実はお友達妖怪を簡単に増やす方法があるのです。それがこのガチャマシン、妖怪ガチャです。古い言い伝えによると、このガチャはある有名なお坊さんが作ったものだそうで、おー、へえ。この中には数多くの妖怪をはじめとして様々なものが封印されているそうです。つまり、このガチャから妖怪を出してお友達になっちゃえば、あら簡単楽勝でお友達妖怪をゲットできてしまうわけですよ。そんなに簡単にいくかな。変な妖怪とか出てきたりしない？それなら心配ご無用。このエラベールコイン。なんやその有能コインは。え、なにこれ？コインこれって何なの？このコインで妖怪ガチャを回せば出てくる妖怪を選べるでウィス。便利だね。じゃあ早速回してみようか。ちょい待ち、このエラベールコインは1枚しかない激レアアイテムなんです。普段はお目当てのものがあってもそれが出るかどうかは時々、しかしこのコインはその時気にせずゲットできるあたりありがたいものです。ですからこのコインでガチャ回すのはよく考えて返してくださいね。うん、わかった。使います。はい、使います。これ使うかなあ。ちょっと待って、使います。これ使え、待って、おい、ワンの時みたいに1日1回無料くれへんの？回しまーす。いや、回すわ。あ、わかった。オッケー。一体これで、ずっと常に一緒に旅する妖怪決めよう。ワンやってた時の、ワンやってた頃のジバニャンのポジのやつ決めよう。一体絶対。一体絶対、こいつは絶対に外さんみたいな妖怪見つけよう、これで。うん。何やねん、もう、もっとレアなボンプやつもらえんのかと思ったわ。なんでグレルリンと人面犬とババアやねん。いらんわ、もう、入れへんじゃん、こいつらパーティーに。でも、いい、やだ。いらない、こんなコイン。こんなコインいらない。おい。選ばなあかんの？おい、これゴミ、ここに3匹のゴミがおるじゃろつって。え、これ選ばなあかんの？俺こいつ入れ、これいらんわ。いらん、正直。入れへん。じゃあね、ワンのさ、妖怪入れたくないよな。面白くないし。真打ちので出てきた妖怪たちを詰め込みたいのよ。まあこれ後で変えるわ。とりあえずもう人面剣では。後で変える。変われてますね。なんでやねん。いや、ダニエルバチバチの外国人や。なんでやねん。入ったやろ。どう見ても入ったやろ。ギャップすごすぎやろ、お前。どうしたの、ダニエル。そんなに怒って。あ、鈴木、ちょっと聞いてくれへん。わし、さっきまでサッカーしててん。それでな、わいの必殺シュートがバッチリ決まったんや。せやけどな、認めへんねん。てっぺんのやつ、認めへんねん。どう見ても入ったやろ。入ってないよ。絶対ゴール入ってないよ。何その喋り方。ほら、鈴木くん、こんなところにも困っている方が。ここは一つ鈴木くんが解決してあげるしかないですね。うん、てっぺいが変なキャラになってるし、ほっとけないよね。てっぺいとかこいつら知らねえわ。誰や、初めてできたな。誰だこれ。ん、3匹おる。3匹おるね。なにこいつら、キモ。なにこいつら、3匹で1人。見つけた。てっぺいがおかしいのはお前たちの仕業だな。そうじゃないよ。おかしくないかないよ。鼻毛出てないよ。絶対おかしいって。てっぺいに取り付いてるんでしょ。喋り方も全く同じだし。そうじゃないよ。認めん。取り付いてないよ。鼻毛出てないよ。お、1人いらんやろ絶対これ。いい加減認めなよ。ふむ、どうやら認めんこそが彼らの、認めんことこそが彼らの能力のようです。どんなことも認めない3人組の妖怪、その名も認めん。そのまんまじゃん。それに1人は鼻毛のことしか言ってないし。ふむむ、彼は出ている鼻毛を認めない、認めんのようです。どうでもいい。なんとか話し合いで解決したいものですが。そうじゃないよ。ミタちゃんも戦いの中でしか分かり合うことなんてできないよ。鼻毛出てないよ。こいつ潰すぞ。こいつだけ潰そうぜ。おい、こいつだけ潰そう。
素直って誰やねんよ、この三人や。こいつらも初めましてやんけ。わ、鼻毛のやつだけちょっと潰そうかな。あなたは全員別に潰さんでいいけど。認めんより素直めっちゃ欲しい。素直捕まえてえな。まだミーたちは負けてないよ。いや、本当に認めない人たちですね。でも3人ともすごかったよ。息もぴったりだし。え、うわー、そんなことないよ。褒められちゃって、褒められるの慣れてないよ。鼻毛出てるの知ってたよ。解散した方がいいよ、一人だけ。いらん、絶対。トリオじゃなくていいやん、これ。タッグでいい、絶対。あれ、なんか認め始めましたよ。そうだ、認め、俺たちと友達にならない？てっぺんに取り付いてるよりずっと楽しいって。友達、初めての言葉。鈴木、マイ、フレンド。おー、素晴らしい。このまま説得すれば友達妖怪に。ならないよ。まだまだミーたちの好感度が全然足りないよ。でももう取り付いたりしないよ。鼻毛やっぱり出てなかったよ。鼻毛は出てるよ。友達になれんかったな。まあこれでてっぺくんもゴールを認めてくれるでしょう。さあ確かめてみますよ。ねえてっぺん、もう一度聞くけどさ、さっきのゴール入ったんだよね。入ってた。ゴール入ってたよ。せやろ、ワイの必殺シュートが外れるわけないね。ただの勘違いだったかもしれないよ。みんな間違ってないよ。ちょっと残ってる残ってる。もうあんなこと言わないよ。申し訳ないよ。あ、うん、分かればいいね。分かれば。本当にすまないよ。鈴木くん、やりました。バッチリ解決するミス。でも喋り方は全然持ってないけど。え、知らないよ。みーたちもう取り付いてないよ。鼻毛出てないよ。もうずっと喋ってたから癖ついちゃってるやん。さすがです。あ、これや。これ1、2、3、4、5、6、7、8、9、8、3体増えてる。おい、なにこいつ。おい、お、は？出てくんな、ボケ。なんやこいつ。先にネタバレすると、ここには私が登場するリーナ。絶対あげん、ここじゃ。クソやん、これ。おい、クソやな、このネタバレリーナ。危な。え、他のやつ大丈夫やな。あ、よかった。おい、なんや、これ、クソ。出てくんなや。何が出てくるかのお楽しみやろ、このゲーム、ここは。ちょっとなんか、新妖怪、来ないかな。来ないよ。新妖怪、来ないよ。汗っかき、いいねー。こいつ仲間にしたいね。ごめんよ、僕のせいで、君たちに汗かかせちゃって。いやー、ものすごい汗ですね。ね、ウィスパー、こいつなんておかい？この妖怪はですね、ばば。汗で手が滑っちゃって、妖怪パートの操作がなかなか。ああ、それしたどうした。あれは妖怪汗っかきです。汗っかきに取りつかれると汗が止まらなくなってしまうのです。妖怪不祥じゃんけん。こんなに寒いのになんであいつ汗かいてんのってやつです。僕に何かよ。実はメガウォッチっていう腕時計探してて、君知らない？いや、最悪最悪や。もうつけたくないわ、これのこと。あ、メガウォッチ。おー、拾ってくれたんですね。ありがとうございます。やだ、これ僕のだもん。ねえ、汗かき、そのメガウォッチは俺の友達のものなんだ。お願いだから返してよ。やだ、これは僕が見つけたから、僕のもんだい。あっちげえ。せっかくお前とは友達になりそうやったのにな。さあ、せっかき、メガウォッチを返してもらいますよ。別に、いい時計見つけたと思ったのに。いいんだ、いいんだ。どうせ僕なんて暑苦しいって、みんなから嫌われて、このまま友達もいないまま、ずっと寂しく生きていくんだい。お、もしかしてそれ仲間になるパターン？何もそこまで落ち込まなくても。元気出しよう、汗かき。目が落ちあげられないけどさ。その代わり、俺が友達になるってことじゃダメ？え、ほんと？友達。しゃ。これはいい。これ激アツ。汗っかきはいい。いい、こいつは。